タリスカーと見せかけてタリスマン。赤みがかったとまではいかないですが、かなり深い琥珀色に近いんじゃないかなと思います。では香り嗅いでいきましょう。さあ、それでは合計6本目どんどんやっていきましょう。こちらでございます。フォートウィリアムでございます。デザインかっこいいですよね。これがですね、フォートウィリアムというのがスコットランドのベンネビス蒸留所があるその地域ですね、その地区のフォートウィリアムというところから取っておりまして、これ先ほど前半で紹介しましたあのロングジョン、そのロングジョンのブランドを創設したジョン・マクドナルドさんが立ち上げた蒸留所、それが実はこのベン・ネビス蒸留所なんですね。現在関係としては離れていて、今ニッカーウイスキーがね、このブランド権はじめ持っているんですけれども、ここがね、実は昔つながりがあった場所なんですね。ベン・ネビス蒸留所といえば、今現在はニッカーウイスキーがオーナーになっているわけですけれども、そのね、なんとこれスコットランドで製造したウイスキーをニッカーウイスキーのブレンダーたちが、まあ、その味わいをまとめ上げてできているブランドということなんですね。上品でね、かなり濃厚な香り立ちを楽しむことができます。まさにこれはスコッチウイスキーとそして日本のブレンダーの技術が融合して合わさった、そんなね一本なんですね。ではこれも味わっていきましょう。なおね、こちら裏面のラベル見ていただくと、ちゃんとね日本語で全部説明が書いてあるんですよね。そのベン・ネビス蒸留所のウイスキーというのを、ニッカーウイスキーのブレンダーによって日本人の味覚にかなう甘く柔らかでスムースな味わいに仕上げましたと書かれております。では実際飲んでいきましょう。ね、このデザインもね、このフォートウィリアムのね、ベン・ネビス蒸留所の景色が描かれていて、すごくおしゃれなブレンデッドだと思います。ではまず香り嗅いでいきましょう。というところでまず色ですね。色結構深いですね。かなりこうオレンジから琥珀にどんどん近づいているような深みのある色合いですよね。では香り嗅いでいきましょう。あー、すごくいいですね。今までの中でも一番こう香りが濃厚で、しっかりとこうベン・ネビス蒸留所のちょっとオイリーなね香り立ちがあったりとかするんですけども、かなりこのストレートの段階でもパワフルですよね。バニラとかメープルとか、あと樽材のこう木のね香ばしい香りみたいなところも見えてくるので、かなり濃い口なブレンデッドかなと思います。では飲んでみましょう。うん、あ、これストレートでも美味しいですね。うん、本当に甘みがしっかりとしていて、嫌なこうグレーンウイスキー感というか若々しさみたいなところがあんまりなくてですね、かなり舌の上にしっかりと甘みが残ります。こう舌全体がまったりと包まれるような、そういう甘さがありますね。あ、これは美味しいな。本当にこのままですね、チョコレートと合わせても美味しそうだし、メープル味のクッキーとかと合わせても美味しそうなイメージですね。ただこれもね、せっかくなんでハイボールにしていきましょう。さあ、こちらフォートウィリアムハイボールいただいていきたいと思います。あ、これはね、やっぱすごくこう甘みとともに結構ずっしりとね立ち上がってくる重たいね、オイリーな香り立ちっていうんですかね、かなりしっかりめの香り立ちですよね。バニラクリームとかキャラメルとかね、かなり甘みがギュッと凝縮された香り立ちがありますね。では飲んでみましょう。あー、これは濃い口なハイボールがお好きな方は合うんじゃないですかね。まったりとした甘さと舌の周りを包むようなね、まったりこうオイリー感がありますし、ナッツとかあとはキャラメルとかね、そういう甘みとかね、香ばしさというのが全体的にありますね。いや、これね、かなりしっかりした飲み口がありますので、タンシチューとかね、あとはお肉の中でもこうタレ系のお肉とかと合わせたいですよね。かなり甘みもしっかりとしてますし、あとはロックとかストレートで飲むんだったら、シュガーサンドのね、中にバニラクリームが入ってるタイプとかと合わせると、かなり口の中で甘みが濃厚になるんじゃないかなっていうイメージが湧きますね。うん、美味しいですね。さあ、続いて合計7本目、こちらタリスカーと見せかけてタリスマンでございます。いやー、なかなかね、見た目ちょっと一瞬迷いますよね。このタリスマンっていうのが魔除けとかね、お守りっていった意味合いがあるそうでして、マイナーブレンデッドの一本なんじゃないかなと思います。中身はね、5年以上熟成させたモルトウイスキーが24種以上使われてるなんて話もありますし、それとグレーンウイスキーが合わさってる、さらにブレンドした後に6ヶ月間の追加熟成を施したということで、結構こう手間がかかってね、できてるブレンデッドウイスキーなんですよね。一瞬タリスカーに似てる名前であれと思われた方もいらっしゃると思いますが、こちらも飲んでいきたいと思います。なかなかキーモルトとかのね、蒸留所の情報はなかったんですけれども、かなりね、ブレンド原酒含め手がかかってますよね。見た目も結構シンプルで素敵ですよね。さあ、それでは味わっていきたいと思います。タリスマンですね。まずは色合い、色合いはそうですね、今まで結構濃いめが続いてきたので、余計イメージとしてはこうレモン系の、レモン果汁系まではいかないですけど、かなり明るい黄金色の部類になるんじゃないかなと思います。では香りから。おお、ややグレーンウイスキー感の穀物の風味がしっかりとしてるかな。最初はね、少しこう鼻の奥をスッと抜けてく
うん、レモンピールみたいなね爽やかな香りとか蜂蜜みたいな香りもあるんですけれども、あまりこう若々しさはそんなに感じないですね。ただそのグレーンウイスキー特有の穀物感というか爽やかさの香りの奥にちょっとまったりとした、ね、甘い香りが立ち上がってきますね。では飲んでみましょうか。意外とね口に含んでみるとちょっとくぐもったようなスモーキーフレーバーがありますね。あ、これ意外ですね。香りではほとんど感じなかったんですけども、口に含んでみたらちょっとこうもわーんとしたようなスモーキー感があって、ちょっとくぐもったイメージがあってですね、その奥にバニラとか蜂蜜みたいな、ただその中でもすごく優しい甘さがスルッと抜けてきますね。ただその分こう特徴的な部分がないっていうところに関しては物足りなさを感じる方もいるかもしれないですけど、これはこれでねすごくバランスがいいと思いますね。だからこれもハイボールで飲んでみましょう。はい、こちらタリスマンのハイボールでございます。まず香りから、あー穏やかですね。本当に優しい香り立ち、かなり今日の中でも、ロングジョンと並ぶぐらいスッキリ系なんじゃないかなと思います。すごくねこう嫌味がなくて、本当にこうこじんまりというかこう小ざっぱりした香り出しなんですよね。爽やかでスッキリしてますね。では飲んでみましょう。あーこれ、結構好きかもしれないですね。どことなくねこう角瓶の復刻版とかブラックニッカのディープブレンドに通じるようなね、かすかなスモーキーさがね喉の奥に抜けてくんですよね。割とハイボールの方が飲み応えがありますね。バランスよくて、かなりねそのシャバシャバハイボールにして飲めちゃうというか、軽やかスッキリ系ではありますので、これはまた甘すぎないハイボールがいいっていう方には合うんじゃないかなと思います。嫌味なくスッキリと伸びていくので、これはいいですね。いやこれだったら結構ねスパイスがバチバチに効いたけど甘みがあるバターチキンカレーとか、あとタンドリーチキンとかね合いそうなイメージがありますね。ああいうこうネパールとかインド系のねお料理とかと合わせていただくと、そのスパイシーさがこのまろやかな甘さとスッキリ感でかなりこうくどくなくね、いつでもこうフレッシュに楽しめるんじゃないかなってイメージは湧きましたね。これ今日の中で私が普段飲んでるハイボールの中のスッキリ爽やか感でいうと結構イメージは近いですね。ブラック&ホワイトもすごく美味しかったけど、これ結構いい銘柄ですね。さあでは続いて合計すると8本目がこちらでございます。マリーボーンですね。皆さんも今しっかりウイスキー飲んでいただいてますでしょうか。このマリーボーンはね、私結構ジャケ買いしてしまったウイスキーの一つでもございまして、シンプルでかっこいいですよね。これ私が大好きなあのスコットランドのシングルモルトタリスカ、それをね製造しているタリスカ蒸留所のウイスキーが実はキーモルトで使われているということなんですね。タリスカ蒸留所のウイスキーというとアイル・オブ・スカイとかジョニー・ウォーカーのブラックであったりとか、さまざまなウイスキーにブレンドされているんですけれども、その中でも意外と知られていないタリスカーキーモルトのウイスキー、それがねこのマリーボーンでございます。ただタリスカーを想像する限りのこうスモーキーフレーバーっていうのはあんまり感じなくてですね、割とさらりと甘口なイメージでしたね。これをね実際飲んでいきたいと思います。5年以上の熟成を経たウイスキーを使用ということなので、まろやかさとか甘みっていうのがさらに感じやすいのかなと思います。では飲んでいきましょう。さあいよいよねグラスがどんどん底をつきてきますけれども、この後洗うのが大変ですね。ではマリーボーン飲んでいきたいと思います。色がねやっぱ特徴的ですよね。結構濃いですよね。赤みがかったとまではいかないですが、かなり深い琥珀色に近いんじゃないかなと思います。では香り嗅いでいきましょう。ちょっとねプラムとかレーズン系の香り立ちがあるかな。今までになかった割とこうシェリーダル熟成とかの特徴に出てくるようなずっしり重ための香り立ちですね。あ、今ねちょっとメープルシロップとか、あとこうドライフィグみたいなね、そういう甘くちょっと渋みを伴う香りも立ち上がってきますね。フォートウィリアムを飲んだ時のようなかなり濃い口なウイスキーなんじゃないかなと思います。では飲んでいきましょう。かなり甘口ではあるんですけれども、フォートウィリアムほど舌の上にこう粘性があってまったりと残るってよりかは結構サラッとしたイメージですね。サラーっと優しい甘みが伸びていくイメージなので、香りの濃厚さと味わいのこのサラリ感っていうのに結構ギャップがある銘柄かなと思います。これ水割りとかにしても美味しそうなイメージありますね。ではハイボールで飲んでみましょう。はい、こちらマリーボーンハイボール飲んでいきたいと思います。このグラスで飲むとなんだかやたら美味しそうに見えますね。ではまず香りから。おー、かなりねちょっと酸味を伴う爽やかな香りが立ち上がってきますね。最初のねちょっとずっしりめの香りというよりかは割と麦芽感とか、ちょっとレモングラスみたいなね爽やかな香りですね。では飲んでみましょう。あー、かなり飲みやすくなりますね。元々のストレートで飲んだ時のサラッとしたね甘い印象がかなり爽やかになりますね。ただやっぱブレンデッドウイスキーなのでそこまで個性が主張しすぎずに、
特にそのタリスカーらしいじゃあスモーキー感があるかというと、スモーキー感はねほとんどないですね。甘口でちょっと軽めのブレンデッドウイスキーなのかなってイメージが湧きました。これあの海鮮とかを入れた塩焼きそばと合わせたら美味しいですね。塩だれとか、あと私大好きなあのモスバーガーの塩だれをかけた海鮮かき揚げのライスバーガーがあるんですけど、あれと合わせたら美味しそう。結構すっきり感があって美味しいですね。さあまだまだいきますよ。これから9本目でございます。皆さんまだ疲れてないですか。こちらでございます、ハディントンハウスでございます。これでまだ未開栓で開けてないんですよね。意外とねこのストレートを含めハイボールも割と評価が高いなんていう風に見てたんですけど、調べてみたらまあ情報がほとんどないんですよね。スコットランドのハイランド、スペイサイドのウイスキーとか、あとはローランドのグレーンウイスキーをバランスよくブレンドしたとしか書かれてないんですけれども、実はですねあのウイスキー評論家のジム・マーレーさんがいらっしゃるんですが、その有名なウイスキー評論家の方からなんと80点以上の点数を、そのウイスキーバイブルというね書籍があるんですけども、そこで記載されて記録されたウイスキーとしても知られておりますので、これは結構気になりますよね。ハディントンハウスってあんまりスーパーというよりかはこう業務用の大きなね主販店とか大きな酒屋さんとかでね売られてるイメージがあるんですけど、これもね今日私初めてなのでこれ飲んでいきたいと思います。見た目はね結構高級感ありますよね、この紫色のラベル。では味わっていきましょうか。さあどうですかね。まずは色合い見ていきましょう。あでも結構深い色合いですね。先ほどのマリーボーンがかなり色が濃かったので、それに比べるともう少し透き通ったね明るい黄金色からちょっとこう白色に近づいているイメージなんじゃないかなと思います。では香り嗅いでいきましょう。あー確かにでもバランスはすごくいい香りですね。ふっくら優しいねオレンジピールみたいなフレッシュな香りとか、キャラメルとかバニラみたいな甘いまったりとした香り立ちもありますね。あー確かに結構甘くて滑らかな甘い香り立ちのウイスキーですね。このなんとなくねグレーンウイスキーの印象が強いっていうよりかはちゃんと甘みの部分が中核に来ているイメージはありますね。では飲んでみましょう。甘さはですねそんなに強くなくて、舌の上にトロッとした印象が強いかな。舌触りはすごく心地よいと思いますね。あまりこうトゲトゲしいイメージもなくて、マイルドな甘みが伸びていくと思います。ただそこまでこう突出した味わいの個性があるっていうよりも、香り味わいともにすごく綺麗にバランスよくまとまってるかなってイメージですね。なるほど、確かにこれはこれですごくね甘みの凝縮感とか香り立ちがぐっとね鼻に訴えかけてくるんですよ。そんなにこう探しに行かなくても分かりやすい香り立ちだなと思いますね。ではこれもねハイボールでやっていきましょう。さあこちらハディントンハウスのハイボールいただいていきたいと思います。まずは香りから。爽やかですね。本当軽やかで親しみやすい香りかなと思います。割と元々のストレートの味わいが結構しっかりとしているので、ハイボールロック水割りでもいけそうな、すごくこう中間的にまとまったというか、あまりスモーキーに突出しているとか甘みに突出しているとかってわけじゃなくて、どちらもこうバランスよくまとまっているイメージなのかなと思いますね。では飲んでみましょう。割と麦の風味というかフルーティーさっていうイメージではないですね。どちらかというと穀物の風味が結構しっかりとしていて、飲み応えのあるハイボールなのかなというイメージは湧きました。爽やかな清涼感というのとはまた真逆で、シリアルとか穀物系のイメージがちょっと強いハイボールだなと思いますね。ストレートかロックあたりで飲んでみて、スイーツとかと合わせるのがいいんじゃないかなとは思いました。それこそレーズンチョコとか、あとはフィナンシェとかね合わせていただいて、このハディントンハウスのバランスの取れた、ね、甘みと合わせていただくといいんじゃないかなと思いますね。さあそれでは最後合計10本目やっていきたいと思います。いやここまで来るとねやっぱりこう味覚嗅覚も結構疲れて体力いりますけれども、最後の1本やっていきたいと思います。最後の1本はこちら。さあ最後に紹介しますのはこの価格帯では珍しいシェリーカスクフィニッシュのウイスキーでございます。それがこちらでございます。ハイランドクイーンのシェリーカスクフィニッシュでございます。結構ねこのいろんなブレンデッドウイスキーある中でシェリーカスクフィニッシュって結構珍しいんじゃないかなと思いますね。シェリーダル感強めなウイスキーといえばフェイマスグラウスのシリーズで様々ありますけれども、これもねそのシェリーカスクのシリーズとして知られております。このハイランドクイーンという名前なんですけれども、波乱万丈な人生を歩いた悲劇の女王メアリー・スチュアート女王のことを指しているというふうに言われています。
おそらくね、大体中身に入ってるのはタリバーディン蒸留所、ここのねウイスキーがキーモルトとして噂されてるっていうふうにも聞いてますね。他にも8年とか12年とかその年数違いもありますので、まずはねスタンダードのハイランドクイーン試してみて、もっと甘口がいいなって方はこのシェリーカスクフィニッシュもいいんじゃないかなと思います。まずはねこのシェリーカスクフィニッシュストレートで味わいながら、ハイボールどうなのかなと思うんですけども、せっかくなのでやっていきましょう。さあいよいよ最後の一本でございます。これがねまた色合いが深いですよね。やっぱりシェリーカスクフィニッシュっていうところもあって、どれぐらいのその後熟期間、フィニッシュの期間を設けたかっていうところまでは記載がなかったんですけれども、かなりね深みのある色合いをしてるんじゃないかなと思います。では香りから。おお、結構力強い香り立ちですね。こう意図的にシェリーカスクの風味をぐっとねつけたような香り立ちというか、かなりねこう麦芽が粉砕された穀物の風味とかね、ちょっとプラム感があるんですけれども、結構個性的な香り立ちかなと思いますね。この値段帯でシェリーカスクフィニッシュを味わえるっていう点ではかなり甘口な部類にはなると思うんですけども、ちょっとねザラッとしたね力強い風味があるかなと思います。少しこう金属感とか、あとはねビターチョコレートとかココアパウダーみたいな香り立ちがあります。こう甘さがねっとりと立ち上がってくる部分と、グレーンウイスキーの穀物感とかがねどちらも合わさってて、穀物チョコレート系の甘さがねどちらもバッと鼻全体に突撃してくるようなね、割と香りが力強いですね。あ、舌の上をこうずっしりまったりと残る甘みがありますかね。やっぱり全体的には焦げた穀物の風味みたいなところとか、あとはほんとビターチョコレートみたいな余韻が残りますけれども、ちょっと重ためですね。香り味わいともにかなりずっしりとくる特徴かなと思いますんで、今まで飲んできた中ではかなり飲み応えがある部類なんじゃないかなと思います。シェリーカスクフィニッシュということではありますけれども、シェリーダルのこうレーズンであったりとか、それからドライイチジクとかね、そういういろんな特徴がある中でも、これはどちらかというと穀物の焦げた風味とか、あとはビターチョコレート感みたいなところがどちらも合わさってて、かなりねシェリーカスク系の中でも個性的な部類なんじゃないかなと思います。これがもっとね熟成年数が経って5年10年12年とかになってみたらどうなるのかっていうのを見てみたいですね。でもこの値段でシェリーカスク系の味わいを楽しめるっていう点ではすごく面白い一本なんじゃないかなと思います。これだったら結構しっかり濃いめのおつまみとかと合わせたいなと思うので、まあ、それこそレーズンバターとか、あとはレーズンチョコのね、あのカカオ 70% のレーズンチョコとかと合わせてみるのもいいかもしれないですね。なるほど。ネイキッドグラスのあのシェリー感と比べると、まだこう鼻にねこう力強く香りが立ち上がってくるイメージがあるので、割とパワフルなウイスキーなんじゃないかなとは思いますね。食後にじっくり飲んでいただく、そんなイメージのウイスキーかなとは思います。はい、いかがでしたでしょうか。こちら見ていただくとすごいですね。10本今回マイナーブレンデッドウイスキーを紹介してきたんですけれども、まだまだね実は紹介しきれていないマイナースコッチとかマイナーブレンデッドウイスキー様々ありますので、今後もねちょこちょこまた期間を空けて紹介していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。あとはねタイプ別に紹介していくと、ハイボールで本当にすっきり爽快に楽しみたいんだったら、このねロングジョンとかブラック&ホワイトとか、あとはタリスマンとかですかね、かなり爽快感はあって楽しみやすいと思います。で、甘みもありつつ爽快感を試したいっていう方は難しいですね。バット69、インバーハウス、クレイモアあたりかな。このあたりは甘みもあるんですけれども、どちらも清涼感もしっかりとしていて、その爽やかさ、ハイボールの爽やかさと甘みというのがすごくねしっかりとしてたんじゃないかなと思いますね。そうですね、あと濃いめのハイボールだったらフォートウィリアムは個人的にすごく良かったと思います。しっとりとした甘さがあってですね、あまりこうハイボールのソーダに負けるイメージがなかったですね。あと甘口でスッキリ系だとマリーボーンとかパディントンハウスとかで、このねハイランドクイーン動画の中でちょっと試せなかったんですけども、後々飲んでみたら結構ねちょっと渋みが強かったですね。やっぱりシェリーカスクフィニッシュということで、基本的にはロックとかで冷やして飲む方が美味しいのかなとは思いました。ということで、それぞれの特徴別に紹介してきたんですけれども、皆さんが気になったウイスキーございましたでしょうか。今日の中のね MVP を決めるんだったら、そうですね、同率1位でタリスマンとこちらブラック&ホワイト、これがね個人的に好きでした。ブラック&ホワイトのもうまず香り立ちからすごく良かったですね。バランスがよく華やかで、ハイボールにした時の清涼感と甘みのバランスが良かったです。でタリスマンに関しては本当に甘さがしつこくなくてスイスイ飲めてしまう、
で飲んだ後もこうちょっとベタっとした甘さが残るっていうものではなくて、すっきり爽快に楽しめましたので、角瓶とかの感覚で楽しめるんじゃないかなとは思いましたね。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。そしてこの中で気になるウイスキーがあったらコメント欄に書いていただけると嬉しいなと思います。またこんなウイスキー取り上げてほしいっていうこともあったらね、またテーマにしようと思いますんで、同じくコメント欄でお待ちしております。はい、ということで今回はブレンデッドスコッチウイスキーのマイナー編ということで10本紹介してまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。なかなかね、10本飲み比べやっぱ結構体力いりますね。すごく楽しかったんですけれども、それぞれの特徴魅力というのが一気に知ることができて、私の中でもねすごくいい経験ができました。またね、今後もこういう飲み比べ動画さまざま上げていきたいと思いますんで、またお会いできること楽しみにしております。そして前回出題したウイスキークイズの答えはこちら、マリーボーンでございます。まずブレンデッドウイスキーで5年熟成であるということと、タリスカがキーモルトであるということ、そしてブレンデッドウイスキーで M から始まるブランドということで、当たった方おめでとうございます。そして次回はですね、またしてもハイボール極める編、あのアイラモルトをねやっていきたいと思います。次回登場するのは一つ前にね投稿したウイスキーと同期のねあのウイスキーを挙げていこうと思います。そこで出てくる3つのキーワード、皆さんに次回は何のウイスキーかを当てていただきたいと思います。それはまず1つ目、1815年創業、そして2つ目、広い湾の美しい窪地といった意味合いの蒸留所でございます。そして3つ目、10年熟成のバーボンダル熟成が有名のウイスキーでございます。分かった方はコメント欄に書いていただけると嬉しいです。また私はですね、 YouTube 以外だとサブチャンネルやスタンド FM、ボイシーといった形で音声配信も行っております。こちらもね概要欄にリンク貼っておきますので、気軽に遊びに来てください。また1点お知らせになりますが、お酒好きな方とお酒の配信者がつながるコミュニティ、サカラバが大変好評でございます。現在なんと2月に発足して500名突破いたしました。本当いつもありがとうございます。日本酒、ビール、ワイン、ウイスキー、カクテルということで、いろんなねトークルームが毎日盛り上がっておりますので、興味ある方は概要欄の方から招待リンク貼ってありますので遊びに来てください。 Discord という無料のアプリを取っていただければ誰でも入ることができるコミュニティでございます。そこでもまたお待ちしております。そしてもう1点ねお知らせになるんですけれども、来たる6月5日土曜日、このね21時からスタンド FM の方で定例コラボライブを実施したいと思います。これはねお酒のそのサカラバという配信者同士で毎月行っている定例ライブなんですけれども、それか1次会そして0次会は私のこの YouTube チャンネルの方で開封ライブとね、皆さんとの雑談ライブをやりたいと思っております。また時間については告知するんですけれども、ぜひねこの6月の5日の土曜日、皆さん夜からのお時間は一緒にライブにお付き合いいただければと思っております。その時に飲むウイスキーとかもね事前に告知しますんで、もしお持ちのものがあればお付き合いいただけると嬉しいです。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。